皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の31日目入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今ですね、この不利益処分についての意見陳述の機会というですね、規定を、まあ、つらつらと見てきたということになります。弔問手続きにおいては15条から28条にかけて条文がありました。 結構ね、条文数割いてましたよね。その後に、弁明の機会の付与手続きという、うまあ、弁明書を提出するという規定が29,30,31っていう形で、三箇条だけですね、設けられているということになります。こういうですね、あのー、まあ、メインの制度を先に置いて、 で、その後に、ま、あ、サブ的な制度をですね、ま、あ、サブ的と言いますか、2番手に置かれる制度なんかについては、先にですね、置いた規定を使えるところは使いましょう、なんていう形で、順用する、順用条文なんていうのが出てくるんですね。えー、弁明の機械の付与手続きについては、もう本当にね、3箇条しか置かれてなくて、29条と30条、おま、あ、昨日、一昨日とやってきましたけれども、31条は、聴聞手続きの規定の中でも、使えるものは弁明の機械の付与につ についいいいても使いましょうううとととこで用ただね、あの、覚え方結構簡単でして、31条で、えー、弔問手続きの規定を順用しますよっていうのは2つだけなんですね。2つについてだけ、えー、順用しますよ。弁明の機会の不要についても使いますよというふうになっています。その2つを先に覚えてしまいましょう。細かいことを話す前に、 二つを押さえてしまいたいと思います。え、その二つが何かというと、15条三項と16条ということで、もう条文読み込んでくるとね、え、このもう条文数言われた瞬間にこう反応ができる。そんな状況になってくるといいなぁなんていうふうに思いますが、15条の第三項というのは工事送達の制度でした。工事送達。 もしですね、通知を送る、聴聞通知を送るんだけれども、それでも所在が判明しない場合、えーまあ、行方がわからないようなケースなんかについては、もうしょうがないので、役所のですね、掲示板に一定事項を貼り出しておきますよ。で、貼り出しておいて、ね、2週間ですね、えー、経ちますと、そうすると通知があったこととみなしますよ。ね、通知が到達したものとみなしますよっていう規定が15条3項に置かれていました。 弁明の機会の付与通知も同じで、えー、相手の所在がわからない、当事者の所在がわからない、処分の相手方ですね、えー、所在がわからないような場合については、工事総達の制度使いますよと。これがまず一つです。そしてもう一つが代理人の規定です。 えー、弔問の代理、えー、これ、あの、行政書士業務としてもですね、やることあり得ますよ、なんていう話したかと思います。弁明の機会の付与手続き、これも代理ができるんですかというと、これは代理人の規定が置かれています。別に行政書士じゃなくてもですね、えー、こちらについてはやることはできますけれども、おこの代理人の規定が置かれているんだということになります。えー、この代理人の規定を順用するということですね。15条3項と16条の規定を使うということになりますから、あ工事相達の 生徒と代理人の規定を弁明の機会の付与手続きにおいてもですね、えー、使いますよということになります弁明の機会の付与具体的にそうですね代理するってことになると我々書面のね作成代理なんていう形で弁明書の 作成、えー、これの代理もしますし、えー、あるいはこの弁明書を提出する、この提出のところもですね、含めて代理、えー、することができますよと。まあ、弁明の機会の不要ですね、えー、もうこれも弁明書の提出から何からですね、全部一切合切、えー、代理をすることができるんだということにはなってまいります。 じゃあ、ちょっと細かく見ていきましょうか。こういう重要条文ってね、なんか、ん、読むのめんどくさいっていう風に思うかもしれないんですけど、一個一個ね、やっぱね、丁寧にやっていく必要があるんですよ、本来的にはね。さて、えー、条文を細かく見ていくことにしましょう。お15条3項16条の規定は、弁明の機会の付与について順用するという風に書いてあって、で、この場合、えー、第15条3項の第1項とあるのは第30条と。 え、同行3号及び第4号とあるのは同情3号と、こういうふうに読み替えてくださいというふうになっていますよね。これ読み替え、これはですね、もう本当に丁寧に、 条文をですね、15条3項を見ながら、これ言われた通りにですね、書き換えていくなんていう作業が必要なんですね。えー、じゃあ見ていきましょうか。今日は丁寧に見ていきましょう。15条3項を今回、この通りに読み替えるとこうなります。行政庁は不利益処分の名当て人となるべきものの所在が判明しない場合において、第30条の規定による通知を 要するに、相手の所在がわからない、行方不明であるという場合には、第30条2の規定による通知、弁明の機会の付与のですね、この通知ということになります。この通知を、そのものの締め、道場第3号に掲げる事項を並びに、 当該行政庁が道場各号に掲げる事項を記載した書面に、えー、いつでもそのものに交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示板に掲示することによって行うことができるんだ。この場合において掲示を始めた日から2週間経過したら当該通知がそのものに到達したものとみなすと、こういうことになります。聴聞の 通知の場合も工事相達するときって通知事項を全部はですね掲示板に出さなかったですよね。なんでかっていうと、これプライバシーの観点からですね、 不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、こういったものについては記載をしない。じゃあ何を記載するんだっていうと、聴聞の通知の場合は、あ3号と4号のところ、15条1項の3号、4号のところはですね、えー、記載をするんだと、掲示板に貼り出すんだと、こういったところでしたが、あの、そもそも弁明の機会の付与通知に関してはですね、第30条の規定で、1号、2号、3号しかありませんから、1号と2号のところは同じようにプライバシーの観点から記載をしませんよと。 掲示板には出しませんよと。で、第3号のところっていうのは、弁明書の提出期限と提出先。まあ、これについてはですね、書いても問題ありませんから、あこちらについてですね、えー、掲示板に出すんだということになってまいります。はい、えー、よろしいでしょうか。あ、そして、第16条の規定についてということになりますが、はい、えー、これも31条の条文見ていきましょう。16条第1項中の、えー、前条第1項とあるのは、うん 第30条と、同条第3項公断とあるのは、第31条において準用する第15条、第3項公断と読み替えると。なんかね、本当に準用条文というのは慣れるまでですね、何かこう嫌な気がしてしまうと思いますけれども、こういったものをちょっと丁寧に見ていくということになりますね。えー、じゃあ16条の1個、次のように読み替えていきます。 えー、第30条の通知を受けたものっていうふうにまず読み替えるんですね。第30条の通知、弁明の機会の付与通知を受けたもの。で、括弧書き、えー、第31条において授業する15条3項講談の規定により、当該通知が到達したものとみなされるものを含む、以下当事者とい,というという形にして、工事送達によってで通知をして、で、到達したとみなしたもの、これも含むんだ、こういうふうに言ってるだけです。 え先ほどの順洋の形が分かっていればですね、これもすんなり読めるかなというふうに思います。で、代理人を選任することができるんだ。要するに、弁明の機会の付与通知を受けた人っていうのは、代理人を選任できるんだというふうに書いてあるだけなんです。 はい、えー。ということで、結構細かく読みましたけれども、基本的に押さえていただきたいのは、あこの弔問の規定において、えーまあ、いろんな条文が置かれていましたけれども、弁明の機会の付与通知において、弁明の機会の付与というですね、この意見陳述の機会において、えー、順用するのは2つだけ。 え、工事総達15条参考と代理人16条。この2つの規定だけということになってまいります。だから文書の閲覧請求もできないし、あるいはこの主催者なんていう規定も一切がさえ使わないということになるわけです。はい、ということで、まあ7、7月もですね、えー、今日では終わりということになります。えー、また明日からですね、残りの条文見ていくことにしましょう。今日は以上です。お疲れ様でした。